東仮にまあ A さんとしときましょうかねそれはこの人の体験なんですがねもうだいぶ前のことになるんですがこの人あの実家が兵庫なんですよでたまたま兵庫の友人が「おい今度は店を俺持ったからさ変わらせてくれよ」って言ったんでじゃあ今度ね実家へ帰った時に寄ってやろうかなと思ったわけだ。でたまたまその機会があったんでまあ親んとこ行った時についでに寄ったんですね。 上がっってててるわけです。大体ね、聞いてましたた。から。やってきた喫茶店なんですねあの半透明のプラスチックのこうドアがあってで、それがギーンって開けてね「おい誰もいないんですよおい誰もいないなんだしょうがないどこ行ったんだろうなと思ってねまあドアが開いてるということは開けっぱなしですからねきっと近くに行ってんでしょうよ」で、カウンターにこう座ってたそのうちさあ小雨が降り出しちゃったああ降ってきたなと思って。 でそこにあった雑誌をねひっと持ってきてでゴミってたわけだこないなと思ってなんとなくひょいっと入り口のを見た半透明のドアその向こう雨がさらっと降ってるその外にね若い女が立ってこっちじーっと見てるって言うんですよ何してんだろう入りゃいいなと思ったんですがねでまたカウンターに向かって雑誌込みてたでしばらくしてまたひょいっと入り口見たと 半透明のプラスチックのドアその外でもってさあと雨が降ってるその中に若い女が立ってこっちじーっと見てる何をしてるんだろうなーと思って呼んでやろうかなとも思ったんですがね余計なことですからねいや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 と思ったでまたこう雑誌見てたしばらくしてふうっと顔を上げたとちょうど自分のその目の前正面の壁に鏡があったカウンターにいる自分が降っててあらっと思った後ろ 店の隅なんですがね、テーブルに若い女が座ってるんだ。あれ、ああ、あ、外に立って、あの女。いつ入ったんだろうな。座ってる。で、ひょいっと振り向いて。ふってきましたね。って言って、向こうは黙って、ふっとうなずいた。いやえ、これいつまでするんだろうな。すいませんね、店の人間いないようなんですよね。とふっとうなずいたな感じ。どう、この女がね。 この場所で昔女の子が亡くなってるんです朝店を開けるんでやってきてカウンターの後ろにある電気のスイッチを入れたらガスが充満していて爆発したんです炎がいっぺんに広がってで逃げれなくてその日に焼かれて死んだんです そ苦しいことと言ったら」って言った「ああそうですかこれ必要なくなってるんですか」って言ってね「あそうだ紅茶出させてやろうかなと思ってカウンターへ回ってであのティーパック出してね紅茶こうやって押さえて持ってってやろうと思ったらばその若い女が泣いてるって言うんですよ。 これ余計なことはしない方がいいなと思って、またカウンターにこう戻ったわけだ。そのうち自分が用を足したくなったんで、トイレ行った。で、てきてよ、ふっと見たら、もう女の姿はなかった。あれ、まだ雨降ってるのに、帰っちゃったのかなと思ってね。で、またカウンターに向かってた。そうすると、屋根がやんだんですね。と、入り口のドアが音がして、おい、帰ったぞ。っておお、来てくれたのかと。って おいずいぶん遅かったんだなって話したわけだ。とこの友達が「ああまあちょっとないつもとな店にはさ若い女の子がいるんだけどね」って言ったんで「あ,あ若い女の子ならな今そこの隅のテーブルにいたんだよ」ところでさ「お前この店やって2年だっけ?」って「ああそうだよ」ここさこの店ができる前ってどんな店があったんだ?」って聞くと「ああここな昔は居酒屋だとかいろんな店並んでたんだ」 火事でもってみんな燃えちゃったもんだからさ静止されてないで2年ぐらい前にこのビルになったんだよで俺はこう入ったんだよ「ええー、おい火事ってここだったのか?」で、ギ聞いた「えいやその隅の席に座ったその女の子がな火事があったって話をしてくれてなそれがさ話した「ええー?」あそうか」 いやでもな、なおかしなことあるんだよ。今さ、俺こう遅くなったろこれの、仕込みに行って帰ってたんだよ。でこっち向かってくる途中エンスト起こしちゃってさで車屋さん呼んで見てもらったらどこも悪くないんだよ。でこんな時間になっちゃったんだけど実はね去年の今頃もちょうどさ仕込みに行って帰ってたらね車エンス奏起こしたんだよ。車屋さん呼んだらさどこも悪くないんだよ。ななんか気になるだろうって言ったんでエンさんがなあ。 去年その演奏起こしたってのさ去年の今日じゃなかったのかって言った。言った自分な何だかゾーっとしたわけだ。えおよせよやめてくれよ。なあその火事があったってのさ今日じゃなかったのかなって言うとなんだよお前嫌なこと言えない気持ち悪いなあって言ってた。まあその後二人で持って酒飲んで盛り上がってね。 あだこだこしゃってじゃあまた寄らせてもらえたらああ来てくれよってんで別れたわけだ東京帰ってきて仕事が忙しいそうこうして半年ほど経ったんですねと例のその友達から A さんとれ電話が来たの「おうおうしばらく」って言うと「おいお前に言った通りだよ」ってえ何がいやお前に言った通りなんだよ俺さほらあの日車椅子としう。うろ、ん、お前さ 前の年に車が演トしたのも今日じゃなかったって聞いたろああ、聞いたっけああ、聞いたんだよ。そうだったんだよ。同じ日に演奏をこうしてんだよ。へえ<ー>。でな火事の話したろうん。火事なんだけどさ、今の俺のこの店な、以前ここに店があったんだ。でなそこにカウンターがあってさ、その店の女の子が、 そのカウンターの裏にあるスイッチ入れた時に電気のスイッチかなで火花が散ったのかどうか知らないけどちょうどガスが漏れてそれで爆発起こしてんだよなで調べたらさそのカウンターの位置っていうのはその女の子が座ってたお前言ったろあの隅のさテーブルのあの位置にあったんだってさそこに女の子倒れてたらしいんだよそれでなその火事の日なんだけどさ うん言った通りだよあの日だったんだよえああだから火事があったその日車演奏起こしてんだよ2回もなっていうたらまた同じ日に演奏起こすのかなその人も何だか気になるな嫌だなその日ななどうしようかって友達が言った レイさんがね、「そうかそういうことかおいどうだだったらその日な定休日にしないか」って言ったって言うんですよね。